アシエンダ・ナポレスは、麻薬王、パブロ・エスコバルが、コロンビア・アンティオキア県のプエルト・トリンフォに、建設、所有した高級住宅である。1993年のエスコバル殺害の後に、敷地内にもともと設けられていた、建築物の多くは破壊され、別用途のために再建された。モ門アミューズメントパークに設けられた有名な、ウォータースライダー敷地内の指定敷地内にはスペイン。 植民地時代風の邸宅、彫刻庭園、動物園などが設けられた。この動物園は別の大陸から移送された、霊洋、象、外来の鳥、キリン、カバ、ダチョウ、ポニーなど、多種の動物を飼育していた。また、旧式の高級車及びバイクの膨大なコレクション、施設空港であるアシエンダナポレス滑走路、闘牛場、さらには、ゴーカートレース場を誇っていた。 正門の上部には飛行機が設置されているが、これはエスコバルがアメリカ合衆国へのコカインの初めての輸出に使用したパイパー PA-18 のレプリカである。1993年、エスコバルがコロンビア警察に銃殺された後、遺族は支援だナポレスの所有権についてのコロンビア政府との法廷闘争に突入することになった。政府側が勝訴し、放置資産は 今では、プエルトトリンフォ自治体の管理下にある。動物園の維持管理費は、政府が賄うには、高額すぎたため、飼育された動物の大部分が、コロンビアの動物園や国際動物園へと寄付される、ことが発表された。当時の設置物としてはこの他に、骨製の恐竜の彫像群、これに併設された子供たちが登って遊ぶことのできる、マンモスなど戦士時代の動物の彫像群、 退役した、軍用車用、巨大な手の彫像などがあった。ありがとうございます。